さん、はい、よろしくです。さあ、皆さん、ずっと富士急ハイランドに来させてもらってロケしてますが、はい、皆さん、そろそろお昼になってお腹減ってきたんじゃないでしょうか、はい、ラッピッポ。今回は富士急ハイランド内にある国内最大級の大型レストラン、フードスタジアムにやってまいりました。すごい賑わってるね。はい、最強の時ですからね。せっかくなので、このフードスタジアムにあるフードスタジアムにある絶品グルメを食べてですね、行きたいんですが、はい、普通に食べても面白くないので、今回はこんな企画をお届けします。題して、富士急ハイランドスタッフさんに聞きました、フードスタジアムのおすすめグルメ7品でドラフトグルメ。どういうことですか。でも美味しいものが増えるのか。美味しいものを食べます。今から富士急ハイランドのスタッフさんに聞いたおすすめグルメメニュー7品を紹介します、はい、間違いない。そのメニューとおすすめのポイントを見て、それぞれが食べたいものをドラフト形式で選択していただいて、お昼ご飯を決めていきたいと思います。もし被ってしまったら、ドラフト会議同様にドラフトボックスから1枚ずつ封筒をチョイス。ほんまにドラフトや。はい、見事グルメ選択権獲得と書かれたカードに引くことができたメンバーがその料理を食べることができます。普通の食事もゲーム形式で楽しく見ていきたいなと思っています。何があるかですよね。フレッシュブル。さあ、早速7品紹介していきたいと思います。こちらでございます。どどどどん。いや、美味しそう。あ、うまそう。強っ。拷問カレー監修、富士急メジャーカレー。めっちゃ食べたいですよね、カレー。本気やな。とんかつなどトッピングてんこ盛りの古くから愛されてる金沢カレー。こちらがまず一つ目でございます。はい、もう強いやん。続いてがこちら、ドドン。冬野菜のパスタ。おしゃれ。濃厚なイカスミソースを麺に絡め、冬野菜の甘さを素材として生かしたパスタでございます。あ、イカスミない。イカスミで冬野菜が入ってんだ。はい、しゃれてんな。しゃれてんな。ちょっと絵のパンチ、こんなメニューあるの。のパンチ通ですね。レストラン。そして次はこちら。うわ、伝説のスタ丼監修。わあ、スタ丼。スタ丼や。秘伝の醤油で炒めた豚肉が豪快に盛られた。やばい。すげえな。どうもうまそう。めっちゃ食ってたな、これ。これ食べたいな。これもガチでスタッフさんが選んでくれてますか。すげえな。はい。そして4品目はこちら。シンプルに醤油ラーメン。ライス付きでお願いします。豚ガラを使ったスープが特徴のオリジナル醤油ラーメン。やばい、むずっ。とても濃厚なそうです、はい、結構魅力的ですね。やばい、はい、パスタ、カレー、パスタ、丼、ラーメンときた。そしてこちら、お氷取り黒干し監修ぞこ。こちらスイーツでございますね。スイーツ。外はカリッと中がもしかして食感は味わえない特別なチュロス。スイーツ。急にチュロス。急にチュロス。あ、だからドラフトやから被らんようにも持っていけるようにしてんねや。好きな人はいいからね。何か一品絶対食べますか。どれでもいいわ今のところ。6つ目、中華そば富田監修。うわ、富田じゃないか。富田じゃないか。富田じゃないか。魚介の豚骨の濃厚つけたいかなり。麺ですか。これが最高。34人前食える。食べたい。さあ、そして7品目こちらでございます。どん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 。ライス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 。うわ、単品。なるほどね。しっかりと丁寧に引き上げたお米。ちょっとだけ違うよ。そういうことね。選んだっすね。これはもう仁義なき戦いが始まりますね。揺さぶってるよな。これやで、この話だからね。うまく言いたいもんやな。いや、待ってくれ。むずつけ麺、ラーメン、パスタ、どんぶり、カレー、チュロス、ライス。ライスがな。ライスも美味しいやろけど、どうやってやっていくの。1から。1から。どんぶりやっていくやな。1から。で、ここで1で上げちゃったら、うん、また上げれない。2巡目まで待たな。うわ、これマジかやばいな。 100% 食べれるのはないっすやん。そうやね。ここはね、この5人は結構人気になるじゃないですか。今ガッツリ行きたいっすもんね。これもちょっと興味あるけどな。あんま普段食えへんやん、絶対。そっか、これこの辺は。いやいや、めっちゃ食う。めっちゃ食う。寄り添ってくる。生活に寄り添ってくる。むずい。ここでしか食えないっつったらこれなんちゃう。どうしよう。なんかみんな、なんでここでしか食べられないんだな、これ。自由のせいね。自由のせいな、みんな。こういう、いや、なんか、いつでも食えない。どこでもいつでも食えない。
わかったよ。もう決めた。メニュー決まった。揺るがない。はい、順番に聞いていきますので、食べたいメニューで手を挙げてください。はい、いきますよ、こちら。はい、まず1番、はい、ゴーゴーカレー監修、富士急メジャーカレー。食べたい人、挙手お願いします。はい。うわさあ、結局カレー。それでは手を挙げた浜ちゃん、小竹、純太は、ドラフト会場。ドラフト会場、こちらです。あ、こちら。わかりました。前ですか？残りお願いします。これしかないだろう。まだ打たないじゃんよ。本気やん。本気で選んでた。今まで。今まで。中ね、あの書いてない、見えへんか。はい、入りました。中に入ってるから。では皆さん、一斉に見てください。見せよ。さあどうだ。パッと見せようと思うね。はい、じゃあそれでは一斉にオープン。やったー。うわ、最悪や。大金かっていう人気メジャーカレーは、うわー、悔しい。これは最高よ。ゲット。これは悔しいな。やばい。料理が決まった人は隣のパーティー会場へ移動して近い。パーティー会場読みやめてもらっていい？え、これさ、会場用とかはもう上げられへん。1周目は、はい、1周目上げます。はっはっ、いただきましたよ。有利有利。これはじゃあ、早っ。やばい、行く。いいサイト取ってきました。ごっつうまそう。終わりました。え、ちょ、カレー大正解かもしれん。さあ、いきますよ、はい、そして2番いきましょう。こちら、冬野菜のパスタ、イカ粒ですね。こちらが食べたい方は挙手お願いします。どうぞ。おお、いいね。黙ってるね。うまそうやね。今じゃないんだよ。絶対うまそうやけど。投げたら食べれたのに。夜に食べたいんよ。2巡目チャンスあるね、これ。いきましょう。こちら、3番伝説のスタ丼監修、富士急オリジナルスタ丼が食べれなかった、挙手お願いします。はい。うわぁ、お前か。もう香りました。炊き込みたい気分やって。ちょっと、よし、来ました。はい、はい、チェーンを開けて。もうずっと怒るやん。はい、獲得した人だけは食べられます。絶対どっちかや。どっちかや。ではオープン。じゃあ、おーい。あー、そっか、どっちやろな。思わない。じゃあ、許して頼んだわ。やべえな、お前。やばい。余裕だったんだ。余裕だったんだ。そんな上でも被ると。さあ、いきますか。では続いて4番、醤油ラーメンが食べたい方、挙手お願いします。せーの。はい、おー。さっそー。よしよしよし。あやみちゃんゲットのよ。いただきましたよ。スケメンいけるやん。選べ、そこは選べる。好きなやつ。お前、俺持った瞬間それになるやん。持たんぞ、俺は。あといいっすか。いや、私これいただきます。はい、ゲットです。まずい。まあまあ好きにやって、好きにやっちゃっていい。お好きにどうぞ。まあ、高級風順番やな。まあ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。これこれ、これ考え、これ考え方やな。考え方やな。うわ、うまっす。めっちゃ匂いだ。すいません、今日臭いです。俺これこれ臭いやばい。これまずいな。これまずいね。考え方や。確実に考え方や。行きましょうね。行きましょう。じゃあ2巡目ですね。はい、お願いします。まず2番の冬野菜のパスタ、食べたい人は挙手してください。いきますよ、せーの。はい。おお、やば。あ、まあ、そういう。まあまあまあ、まあ、それも一個の作品。いや、間違いない。絶対だよ。ありがとうございます。じゃあ俺今2世代やっぱ美味しそうやな。うまくないわけないや。あ、太麺最高。あ、富士急になってる、ナルトが。もうほんとシンプルな醤油ラーメン。これめっちゃ食いたかった。まだ見ないよ。いただきます。いただきます。一斉にいきますよ。
食べよう。この勝負でかいよ。はい、せーのだけやる。じゃあ一斉にいきますよ、はい、一斉にせーの。あっ、おお最悪や。うわ最悪や。じゃあ僕もこっち行ってみるね。だから自然的に僕も選べるんですよ。そうね、たまちゃんの好きなもん。たまちゃんどっち選ぶんやろ。どっち選ぶん。どっち選ぶん。面白さは、はい、いやどっちのやろ。もう言わないっすよ。お俺が選ぶのはどっちこれだ。どういうのなんだ。米がないと死にそうなんですよ。なるほど。だからこれよりもこれ食べたいんです。マジで。いやでもほんまにまイカスミパスタよりもこっちかこっちやった。そのイカスミ。そう、マジで。たまちゃん、ドラフトやってて最終的にいいもん残るは一番しんどい。そうね。やり直す。いやいいいい。いや、やり直す。いい、俺も食べたい。いいよ。バラエティを学ぶためにもやり直す。いや、圧が強い、うん、圧がすごいな。どっちでもいいよ。もう放送、もう放送、ね、じゃあこれで、はい、じゃあ浜ちゃんから好きな絶対いただきます。やっと、ありがとうございます。マジでしょ。いや、うまそうですね。ありがとうございます。え、マジでよかったよ。しかも結構あったかい。あ、いいや、これできたてや。うまい、絶対うまいやん。いただきます。うわぁ、外はカリカリで中はふわふわなんやろな。絶対そうやわ。その通り。いや、そうなんだ。すごい。さあ、僕ね、お箸もなしで、今から。お箸持って。でも、しっかり炊き上げたご飯やから。マジで？普通のご飯じゃないからね。僕ね、朝からね、ご飯食べてないんですよ。うん。カツの端っこ、めぐんだろか。どういう？あ、どういう、どういう？どう？うわ、しっかり炊き上げてるな。違います。うん、米が立ってますよね。カツの端っこめぐんだろか。優しいな。優しい。これも欲しいかな。やろう。これも欲しい。これも欲しい。これもやろう。なんでやねん。俺もやろうかな。やんとけって。ボクボクと魔女が魔女やなお前。ここのハノエ欲しいよ。うまい。まずの端っこやろ、はい、さあそれでは皆さんいきますよ、はい、一斉にどうぞ。オープン。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。強いね。負けたよ。いいんですか。あげたよ。端っこでここ見てる。え、でかくないの。え、でかくない。でかっ。うわっ、ちっちゃいね。うわっ、うわー、味が旬でてサクサクして絶対美味しいやつ。よかった。絶対美味しい。香ばしくて見ながらくよ。悲しいな。味する。どうごめんごめん。うまいわ。肉が柔らかい。なんで試合に勝った俺がこれ食べてるんですか。そうや、自分で選んだから。いや、藤木楽しかった本当に。いや、見しめようとして。いや、この米ほんまに美味しい。なんかと一緒に食べたら大体そう。皆さんドラフトグルメいかがでした。最高や。うまい。まあ、どれ当たっても嬉しい。うまいっていうのが分かったね。うん、絶叫系乗って遊んで叫んで、うん、なんか減って、うん、スタジアムでもグルメ。どうでしょうか。最高。リュウセイ、リュウセイ、普通にご飯食べる。普通にご飯食べる。黒になってる。藤木さん、はい、普通に食事してますからね。うまい。うまい。ということで皆さん、スタッフさんがこのグルメ気になった方は、うん、ぜひ見てください。この動画が面白いと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。食べきろー。おい、近くな、ご時間に。誰だよ。俺も誰だよ。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 動けないで。あんなんか動けない。じゃあこいつは今生きてる。こいつは今生きてる。そうだろ。